川上金一川上金一から1945年7月31日は、戦前日本の外交官、実業家、岩国藩出身、東京大学法科大学第一期卒生、農商務省、文部省初期、東京商業学校校長、上海総領事、アメリカ合衆国領事、外務省通商局長、日本銀行理事、住友本店理事、 南満州鉄道幹事。安政3年3月23日岩国藩市、川上武氏の長男として生まれた。慶応元年藩抗養老館に入学。後に、慶義者で東尾高にも学んだ。明治3年10月半唯一の更新生に抜擢され、東京に出て、大学南校に入学。1878年6月、東京大学法科大学を卒業し、 日本初の法学士となった。1879年5月文部省より、イギリス留学に送られ、10月ユニバーシティカレッジ、ロンドンに入学、2月まで、ウィリアム・スタンレー・ジェボンズに、経済学、バンドに憲法を学んだ。1880年、キングス・カレッジ、ロンドンに転校し、レオン・レビに、商法、会社、銀行、為替等について学んだ。 1882年8月帰国、農商無償検証書記、ご文部省書記官となり、1884年3月25日、東京商業学校校長を兼任した。1885年、西郷嗣道に従い、清氏に派遣され、外務省に転属して、上海総領事となった。1887年4月、杉浦茂武に誘われ、健婚者設立に加わった。 1888年8月6日、アメリカが州国領事としてニューヨークに赴任した。1890年2月25日外務省通商局長となり、11月11日朝鮮出張を命じられた。1891年5月大津事件により局長を辞し、7月1日公司間3時間となった後、後12月19日辞職した。 1891年同窓、加藤孔明の勧めで、川田小一郎に招聘されて、日本銀行取締役となり、支配人、文書局長、銀行局長、金庫監査役、株式局長を歴任した。1897年2月24日理事に、就任、1898年外債募集準備のため欧米を視察した。1899年、 岩崎矢之助に代わって、総裁となった山本達夫と対立し、他の重役と共に2月28日辞職した。日銀辞職後、住友財閥総理事心頃へ、伊庭帝号に、破格の待遇をもって招聘され、住友本店理事となり、住友銀行の拡大に尽力した。1899年6月、商法改正により倉庫営業に関する規定が設けられると、 倉庫業を独立させて、住友倉庫とした。1899年9月、山崎久太郎の日本中高所設立に対し、住友家より資金を提供し、1901年6月強行により、経営が行き詰まると、買収して、住友中高場として引き継いだ。1902年、スマウラ神城小学校創立に、加わった。また、 この頃病気のため舞子の別邸で療養している。1904年、伊庭定豪が総理事辞職を決めると、公認には、当主、住友ともとの意向で、鈴木正也がつくこととなったため、同じく辞職して、スマ町に陰性した。大正期には、南満州鉄道幹事、日本工業銀行監査役、九州成功監査役、大阪織物監査役を引き受け、後に、 住友銀行監査役を務めた。晩年、リュウマチにより手が不自由となった。1945年7月31日死去し、スマデラに葬られた。ありがとうございます。